こんにちは、ルッチカーレ店長です。よろしくお願いいたします。今回はね、ラルディーニのニットジャケットです。もうね、定番品ですよね。めちゃくちゃ使えます。秋冬なのでウール素材のニットです。そんなに厚みもなくてね、軽くて使いやすい、カーディガンのように羽織れる、でも見た目はテーラードジャケットなので綺麗めに使えるということで、毎年ね人気なんですが、今回少し変わりました。じゃあね、ちょっと近くでお見せしますね。まずね、ここブートニエル、いつもとデザインがちょっと変わりましたね。ニットジャケット用に新しく開発されたものです。もちろんこのままボタンホールに挿してあるだけなので着脱も簡単です。そして見返し部分ですね、見開きのところにこうラルディーニのマークが入っているの分かりますかね。うっすらです。黒にはね、こう白っぽい色入ってますのでまだ分かりやすいかな。形は基本変わってないと思いますね。ウエストも結構シェイプされててちゃんとジャケット型です。そしてサイドベンツも入りますね。普通ニットジャケットってね、ここのサイバラ切ってませんのでサイドベンツじゃないもの多いと思いますが、ラルディーニはちゃんとジャケットの作りになってます。そしてもう一つね、ニットジャケットありがちなのは、これ私普段46サイズで今これ S サイズを着ています。ご覧の通り袖だけちょっと長いですよね。今回はね、裏面が木調の色になってます。これは他の色も一緒です。表とはちょっと違う色になってます。そして袖口ちょっとこれ色入れてますよね。これによって多少長くてもこう折り曲げていただければデザインとして成り立ってますよね。もうニットジャケットはね、春夏に1枚、秋冬に1枚持っていっていただくと何かと重宝します。今はニットのロンティー着てますが、こういうものをね、だんだんハイゲージのニットにしていったり、ミドルゲージにしていったりということで調整していけばね、冬中使っていただけます。かなり重宝しますので、ぜひね、1枚手に入れていただくといいと思います。で、今僕が黒を着てます。それ以外にグレーとネイビーご用意しております。新しくなりましたラルディーニのニットジャケット、ぜひお試しください。